はい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 、こんにちは皆さん。ということでちょっと今日もやってまいりますか、こういうこと。あれ、いつもの俺のアカウントじゃなくてなんか初期アカウントになってるぞ。いやちょっと待って、みんな左上の金券の数1、10、100、1000万、10万、100万、1000万金貨ある。ね、はい、すいません、こんなの茶番はちょっとどうでもよくて、知ってる方はね、多分ね、知ってるとは思うんですけども、これね、簡単に説明すると、今実況者の中でテストサーバーっていうね、いわゆる僕らがいつもやってるのは JP で、グローバルで、もう一つテストサーバーっていうのがあって、今その違うやつをやらさせてもらってるって感じです。なのでこれ見てほしいんですけど、これ左上なんと1000万金券あります。最近はね、TikTok ライブというもので、まあ、大体夜中の9時ぐらいから3時ぐらいまで配信をしてるんで、皆さんで、ね、もしよかったらね、動画を見て、ね、気になる方いたら、ぜひともこちらのオープンチャットに入って、配信の、ね、通知を待っていただけると嬉しいです。ということで、まあ、今回はテストサーバー入れたということで、まあちょっといろんなことをね、検証できるんで、まあ、検証していこうかなと思うんですけど、1000万金券あったら何ができるか俺ちょっと考えてみたいよ。ガチャ検証できるんじゃねと思って。いや、要するにこの1000万金券って別に俺の金じゃないよ。だからバッコバコ引ける。うめえさん、ありがとう。まあでもね、皆さんにこれね、お先に言っておきたいのが、これあくまでテストサーバーなんで、ここで引いたものが現実世界で使えるとかっていうわけじゃないんで、実況者だけせこいよみたいな感じのコメントあると思うんですけど、まあ現実そんなもんです。あくまでここで起きてることは夢だと思って見てくださると嬉しいなと思っております。はい、ってことで、早速何のガチャから検証していこうか。何がさ、みんな気になる。まあ電動さ、せっかくだからさ、電動引くかどうか迷ってる人たち多分たくさんいると思うんだよね。で、俺が引いたのが合計2つのスキン分なんだよね。だから1回目は素引きできて、2回目は天井まで行ったの。だからまあそれだけだと正直まあ分かりづらいところもあるんで、今回はまあ電動検証してみるか。一旦倉庫一回確認してみようか。これすごいよね。いやマジで今までのスキン全部あるの、やばくない？全部あるんですよ。もう武器のスキンもう全部ある。え、テストサーバーでさ、倉庫紹介とかしたらバカ伸びるんじゃね。すごいなこれ、6975だよチケットが。今日検証したいのはこれですね。まあ一番はやっぱ電動がね、まだ結構気になってる方が多いと思うので、電動まあどれぐらい引いてどれぐらいの確率でその金枠が出るかどうかっていうのをちょっと調べていきたいなと思ってます。まあ、あくまでね、カンストしたらだいたいいくら分になるのかっていう検証だね今回は。まあもし他にもなんか見たいよっていうコメントが多かったら、そのねガチャとか、まあこれテストサーバーなんで何でもあるんで、こういう検証してほしいとかっていうのがあれば、ぜひともねコメント欄の方によろしくお願いします。10連引くのと1連で引いた時の確率見てほしい。あ、まあ確かにそれもおもろいな。ということで早速引いていきたいと思います。電動をフルコンプした場合、まあどれぐらいの金券が出て、まあどれぐらいの金額がかかるのかっていうのをやっていきたいと思います。はい、で俺の予想ね、俺の予想は一番最初は多分どっかしらで素引きができる。で2回目は天井、3回目も多分天井なのかなっていうイメージです。だから早速引いていきましょう。レッツゴー。まあ一旦500枚、まあ、俺の金じゃないしいっか。行こう。500枚、やば。500枚買ってもさ、まだ995万コイン残ってんだけど。でもさ、よくよく考えていて、俺さ1400万円課金してるからさ、実質さ700万金券俺さ課金してんだよね自分で。いや、ほぼ変わんないんだよね、今まで課金した金額で言うと。アホだよね。ゴー。まあどんどん引くか。検証ですからねこれはね、検証だから。いやでも俺が引いた時体感なんかもうちょっと早かった気がするな。いや重いな、ちょ重いわ。あれ、おー、来てる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 、もう来た。さあこれでちょっと待ってね、計算していこう。金今1です。金1。いや俺なんかこれはね素引きできる気がするんだよね。さあ、うわー、まあ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 20、30連に1回。まあね、やっぱりそのなんか自分毎回さ30連に1回、いやでもね基本的に、ね、30連に1回金が出ればかなり確率はいい方。
やっぱその50の天井がある分、俺がガチャ今まで引いてきた体感ね、やっぱ50連に1回は絶対やっぱ出るの。あ、そうだね、天井だから当たり前か。何やってんだこれ。まあ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 いいでしょう。まあ引いていきましょう。はい、どんどんね。さあまあここでね、まあ見る。おお、暑いね。さあ何何と何。あ、いいねいいねいいね。まあでもやっぱ武器スキンのがやっぱ出やすいんだな体感。やばいわ。これさ、本当は1回引いたらさ1600円だよ。それをさこんなバコバコ引けるの結構えぐいよね普通に。で前回は俺は170、80連目ぐらいで素引きした。あ、けどやっぱあれ、いやでもあれ初手だ、いやどうなんだろうね。天井まで行っちゃうのかな普通は。いやーマジわかんないよね、どうなるかは。4枚、あそうだ4枚か今。やべえ、もう計算するな全然。でまあ一旦200連ぐらい引いたのかな。210連引いてまあ金枠4だから、まあ大体まあ天井って感じ。まあだからガチャウンとしては今最悪だね。あ5枚になった。あじゃあこれで6枚か。あじゃあまあまあまあ悪くはないのか。あーやばい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 、金券ラッシュ始まるよ。いやでも素引きしたいよね。まあ多分みんなが一番気になるって素引きできるかどうかだからね結局。いやー素引き、まあここでやっぱりでもこんだけあればそのーなんだろう、ガチャめっちゃ引けるからさ参考にしやすいよね。俺もさいつもさガチャ動画引くときってさ、まあみんなの参考になるようにも込めて3万円分にしてんの。だいたいまあみんな課金できてもやっぱなんか3万が限界な人とか、まあなんかそれ以上突っ込む人はもう突っ込むやん。何をどうしても突っ込むやん。だから多分確率があんま関係ないと思ってて、3万以内でどれだけ出るかが俺に結構大事だと思うんだよね。さあこれで9か。9、はいはい、9ね。はい、これで金チケがまあ10枚と。で今何回分ぐらい引いたんだ。あでも370引いてるわ。いやマジで結構素引きすごかったのかもしれない、もしかしたら。400だとどれぐらいなんだ。まあね、素引きが引けたら、素引きできたらやっぱみんなの希望になるよね。ちなみに今410回引いて金が11回出てるから、いや40連に1回、まあ、30ちょい連分に1回って感じかな。いやこれマジ結構参考になるから、みんな的にもテストサーバー、おーあっつ、一気に3個出た。14、まあ、でも車はやっぱあんま出ないね。車の確率はかなり低いかも、この電動車とかのこっちの方の車は。これかなり低いっすね。いや今回でも結構金枠は割と出てるような気はすんだけど、意外と渋いか。金は出てるけど素引きはできてないな。いやでもこういうことができるとさ、ガチャ引くか引かないかをさこれ見て判断できるからマジでいいよね。いや出ないねマジで。でもあの時の素引き結構マジで運良かったかもしんない、もしかしたら。いやーもう560連回してる。素引きできなかったってことかなこれは。あ、いやー、まあ、560でやっと出るか。560だね。560の金チケが17かな、計算が間違ってなかったら17。待って、うちの新しく来てくれたルンバくんが今います。じゃあちょっと2周目引きます。さあ2周目で素引きができるかどうか、これでできるかできないかで正直なんか結構変わってくるよね。だいぶ素引きができれば、いや結構やっぱ引きたいって人たちも多分結構いるような気はするね。あうるさい、オッケーオッケーオッケー、大丈夫。あいつ賢いからどっか行った、ルンバくん。いやうちにね初めてね、あのルンバというものをね、あの導入したんだけど、マジでルンバすごいわ、めちゃくちゃ賢い。なんか俺結構さその
なんだその部屋の隅っことかさ、全然さ掃除してくれそうにもないしさ、なんか物とかあったりしたらさ全然掃除してくれないんじゃないのと思ってたけどさ、もう全部綺麗にうえーって全部まずね、あのなんか空拭きみたいなやつこうやって掃除機で吸って、その後最近なんてあれだよ、水拭きしてくれるやつもあるんだよ。すごくない？ルンバ高性能。アマゾンプライムデーでルンバを知って、普通にアマゾンプライムデーの割引とか関係なしのルンバを買った。いや俺アホやなと思った、俺も自分でなんでか分からんけど、なんかアマゾンプライムデーで買えばよかった。なんかアマゾンプライムデー関係ないやつ買っちゃった。うん、あ珍しい、全部青。今140連して金枠が5回出てる。30連に1回出てる。かなりいい、かなり金出てんじゃないかなこれ。さあルンバくんが帰ってくれました。さあ6個目来ましたね。さあじゃんじゃん引いてくか。さあ7個目。いやーでもすびきはほど遠いな。だから前回マジで結構神引きだったかもしれない。でも出ないかあんまり。これ今ね検証してる、すびきはできるのかどうなのかと、まああとはやっぱりそのシンプルにさあフルコン目指した時にまあいくらぐらいかかるのかみたいな。出ないね。まあね8、9だね。金率はね悪くないと思う。今320回引いて金が9個出てるから、まあ30連に、まあ30ちょっと連に1回みたいな感じだね。あ悪くはない基本的に。まあ何を見るべきかっていうと、まあ電動って基本的に天井まで行くのがもうマストなんですよ基本的には。だからでもどうせ天井まで行くんだったら金チケたくさん出た方がよくねって思うから、電動の中でもそのいっぱい回すべきかどうかはこの道中の金チケがどれぐらい引けるかでマジで判断した方がいいとは俺は思ってる。ね、どうせ天井まで行くんだったらさ金枠いっぱい出た方がいいもんね、どう考えたって。12か。 OKOKOK。いやでもあんま出ないかもな。やばい。でもさこれさテストサーバーだからさ何を考えずにさバコバコ引けるけどさ、こうやってスキップでこれ自分の金だったらマジでこの発狂するわ。これこんな引いてこんなに出なかったら狂っちゃいそう。このテストサーバーでガチャを引いてると。でも同じ一応ガチャなわけじゃん。いやだからさ本当に感覚狂いそうで怖いわ。途中経過見よっか。いやでも積み木できないね。510連引いて今のところ出てないもん。いやでこれ520連目、530連目、これが540連目。はい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 。いやでも今回は結構金渋いか。550連、これが500。あれ待って、今いくつだったっけ。これで今15個だっけ。金チケが570円。さっきはここで出た。あーでも出ないね。はいはい。で580連目で590連目で、まあこれが天井か。まあせっかくだからスキップなしでいこう。ガオ。おー最後は金と一緒に出てるわ。でドン。2回目は天井ね、結果としては天井で金チケの数は17枚。俺のその計算が間違ってなかったら17枚だから、まあさっきとほぼ変わんない。すげえ、ちゃんと確率って収縮されてるのかもしれん。さあじゃあ最後行こうか。さてじゃあここからはスキップで行こう。ガオ。いやでも素引きできないかここまでして。じゃあやっぱ素引きしてる人たちは割とマジですごかった説はある。で今さっきもなんかずっとやってるけど、なんか引いてて体感思うのはなんか
初手は結構金出るイメージはあるんだけど、なんか後半の方にかけてなんかあんま出なくなるイメージがある。いやでも今のところ逆だな、90連引いて1回しか金出てない。いやマジで本当に自分の金券じゃないからさ、なんかすごい冷静な目で見られる。金出なくてもイライラしないもん。150回引いて今2個しか金枠出てない。だいぶ渋いね。いや結構渋いわ。いや最後ぐらいは素引きちょっとしたいけどね。まあなんか一番悪かった時の金の最低保証の結果ぐらいしか分かんないかもしんない。いや全部天井かな。今までになく静かなく確かにね、今までになく、もうだってもうあの自分のお金だと人生かかってるからさ、もうそれが出るか出ないかでさ、もう今後のね、なんかやっぱそのガチャこれ以上なんか課金するかどうかが決まるからさ安心していけるわ。270連引いて金枠が4つしか出てない。これあれだね、最低保証すらないね。天井すらない。なんか最後渋いぞ。200連分一応素引きするものを信じよう。いやマジで出ないね最後。ここから金ラッシュが来るのかもしれない。やっぱり確率は収束するって言われてるからね。6だね。いやでも素引きなしは結構渋いぞ。検証結果的にいや素引きできますだったら結構ありかもしんないけど、いやマジで出ないわチート。そんな7年間荒野行動やってて配信でガチャをたくさん無料でたくさん引けるチートやってたらもうおしまいだろ荒野行動の界隈が。実況者がチート使ってガチャ引きまくってたら。いやでも素引きできないねマジで。470回引いて出ないよ。これまずいんじゃない。これで10か。金チケもマジで渋い。いやー天井っぽいなーこれ。いや渋いねガチで。いやーこれ天井っぽいなー。いや今回3回連続素引きできなかった。いやだからまあ素引きにかけるのは結構危ないのかもね。あーでも最後金チケ連チャンで来てるかこれ。ちなみに今570連引いて金チケは12枚、金チケは12枚。あーで580連目にして電動。まあだから最後本当に最後の最後になったら、まあでもほぼ天井だね、ほぼ天井だねやっぱり。うん、まあ課金額で言うとまあいくらだ、まあだいたい15万金券か。まあ15万金券だとしたらざっと掛け2だから30万使って15万金券使って、まあ結果としては1回目、まあ、580連目で2回目600回目天井で3回目580連目だ、もうほぼ天井天井天井で1回目の金枠が、17、2回目を17で3回目がなんと俺の計算が間違ってなかったら12だから合計でまあ何連したんだ、600600600だとしてまあマイナス40連、2000サブ618、1800引く40連だから1760連して、金枠が合計でいくつか、まあだから38連に1回金枠が出るっていう計算で合ってるか分かんない。俺文系だから分かんないけど、38連して1回金枠が出てるんだとしたら、まあ、良くも悪くもない。30連に1回出たら結構いい方だと思う体感はね。だ良くも悪くもないから別に天井までいかない。まあ、だから40連だったら渋いけど、まあ、38連だったらまあ確率的には悪くないかなって感じですね。ってことでね、まあ、今回は珍しくまあなんかテストサーバーいかにも公認実況者っぽいことがやっとできるようになったんで、ぜひともなんかこんなこと検証してほしい、ああいうスキンとかね昔あったこれね試してほしいとかっていうのがあれば、ぜひとも皆さんコメントで応募待っておるので、皆さんぜひともコメントよろしくお願いします。これでこの動画が良かったら皆さんぜひともチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。ということで皆さんまたろう動画でお会いしましょう。